ミーは考えていた。自分が何をすべきか。いつもふざけてばかり、自分の行動を顧みる勇気もない己の無力さに若干の苛立ちを覚えていたからだ。よし、ランボルギーニに乗ろう。そしてミーはランボルギーニを買った。ランボルギーニを買ったのだ。だから学校に乗ってこないでよ。迷惑だと？10年後、ミー様、カルマック共和国のティアマト様がお待ちです。ふん、懲りもせず今度は大統領のお出ましか。そいつに伝えろ、お前らに輸出するミサイルはないとな。は、この時代ミーは世界一の武器商人となっていた。ジー、全国放送用のマイクを。聞こえてるか？私だ、みーちゃん様だ。その曲は落ち着いてくださいまし。みー様緊張してらっしゃる。これから国民全員でゲームをしたいと思います。私の前に都道府県が記されたくるみがある。今から私の優秀なペットに一つ選ばせようと思う。見事選ばれた地域にはミサイルを発射します。非常にやりがいのあるゲームです。皆さん頑張ってください。ミー、ミー様、やめなさいミー。ふん、アイカ、今のお前に何ができる。せいぜいミニ四駆の軽量化くらいだろう。アイはミニ四駆を極限まで軽くする職業に就いていた。ミーちゃん、もうやめて。マイ、25歳、トンネルが好き。こんなこと悲しすぎるよ。かつての友が今でも親友気取りか。兄ちゃん、まだ気づかないの？何？兄ちゃんは夢を見てるんだよ。前の言うことを聞いてはダメ。アイ、あなたの好きなようにしていいのよ。こいつ、アイじゃ。そうだ、真っ暗にしてしまいましょう。柴犬子さんってふさふさっすね。まあ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 、ちょっと舐めさせて。ペロ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 、やめねえよ。人様の作品で利益を貪る同人寄生虫が死にさせて。中よろしく。兄ちゃん、起きてよ。バカ、兄ちゃん、兄ちゃん。チャリース、柴犬子です。曖昧ミー2期はブルーレイと DVD が最速で同時発売です。これは買うしかありませんね。曖昧に妄想カタストロフ、ブルーレイ&DVD をよろしく。